でハイラインコンパクトみたいなところは今日も、ね、継続して行っていくんじゃないでしょうかね、はい、多くの時間を、ね、できるだけ相手のコートでプレーをしたいというところがあるでしょうね、はい、京都サンレイシーとサガン鳥栖の一戦鳥栖のキックオフで今始まりました。ラファエル・イリアス収めた。イリアス前を向く、うん、自ら打っていったでしょうか。平田の右足だ、うん、そうですね、木場さんが先ほどからお話しいただいているこの引き込んでいるというところですね、はい、引き込んでいる分やっぱり膝がこう上がるための時間というのが必要ですからね、はい、その時間を前線の選手がうまく作る、はい、スリブカからマルセロ・ヒアン、クソンユが出てくる。あ、レッドカード。先ほどのカウンタースペースあります。マルコ・トゥーリオ、ラファエル・イリアス、マルコ・トゥーリオ、黒いラファエル・イリアスだ。素敵でしたね。はい、1人少ない京都。佐藤今日が待ってますけどね、はい、ここまで届けられるかどうか。当てて落としてラファエル・エリアス、マルコス・ウリアのリターン、福田慎之介クロスがエリアスだ、うん、ここがパクイリグ、平戸、福岡新平、川崎颯太、佐藤今日のサポート、逃げ足打っていった、うん、パクイルグが抑えています。堀梅が縦に走り込んでいますが、ここは後ろ選択原田です、はい、さあそしてここで前半終了の笛です。木場さん、前半を振り返ってどんな印象でしょうか、はい、そうですね、立ち上がりは京都がまあいつも通りの入りでペースを握ってたと思うんですけども、まあ、1人対処者を出して、はい、ホームの京都のキックオフで後半が始まりました。先生のフィード、うん、あとはこのプレーの精度ですね。体うまく入れた福岡新平、右足シュートだ、うん、京都の方としては奪った後ですよね。右サイド中原、スリブスルーして富樫、マルセル・ヒアン、福田、クロスが入る、スリブクだ、クロスバリアっている、まだある、平戸が駆け出す。マルコ・トゥーリオだ、おお外か、ゴール右に外れています。マルコ・トゥーリオ、うん、マルコ・トゥーリオ右足のシュートだ、マルコ・トゥーリオ決めました。残留をかけたシスポイント、先制点は一人少ない京都サンレイシーです。佐藤今日がつきます。福田うまく間で受けて中原、前が空いている、丸橋のシュートだ、丸橋の左足、アッサイド流れのところ太田が止めました。ジャズシルバー、これバイスクル、福田がしか、福田だ、プレーは続いていますが、ゴール、ゴールラインを割ったように見えました。ゴールです。福田慎之介詰めていきます。マネジメントできていると思いますね、はい、鳥栖の方は少しこうセットプレーですね、今こういう止まった瞬間にもう人数かけないといけないですから。さあゲームは再開されています。坂井が落とす、マルコ・トゥーリオのクリアです。さあ鳥栖も1人少なくなりました。福島幸一郎主審、今マルセル・ヒアンに寄っていきます。マルセル・ヒアン退場です。